どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。あるじゃでーす。おスイチです。おーい、よし。レムナント、そうですね。あ、違う、不死の王を倒して、はい、アンダイングキング、はいはい、その先を行くか、違う迷宮を探索するかって感じやね。あれ、ね、本当は なんであそこのゲート開いたんだっけ。なんか取ってこいやみたいな感じで、そう交換条件っていう話だったんだけど、てめえ、お前の俺の代わりにちょっとお使い行ってこいや、うん、うるせえっつって、で俺たちはそう、うるせえっつってお前にそんなお前言われるよねわっつって倒して、ゲートだけが残ってる。不死の王の名はなんてないことを見せてやあーみたいな感じでまあ終わったわけですよ。まあだいぶ苦労はしましたけども。だいぶ苦労したよ。でも先に倒しちゃったからね、多分あれは持ってきてからご苦労だった、お前はもう消えるのだみたいな。この周りでそのなんか変な棒を見つければ、はい、またほらあの秘密の箱が開いて、私の近接装備意識が手に入る。の不死の装備は不死の装備？あかりちゃん装備かな。そう目玉装備が揃うんだよね。まあでもこの先もしかしたら世界の方にもあるかもしれないしね。そう、まあ、お使い先がその同じ世界なのかちょっと分かんないけど。そしたらいいよ、やってやるよ。もう3人でちゃんと空は全部落としてくれるってのは、俺は地上のバーサーカーになったわけ。それはちょっとわからない。それはちょっとわかんないよね。だってどうすんだよお前、ボスから雑魚から全部空飛んでるステージとか。お、そうしたらだから地上は任せろっつってんだろ。何もやねっきじゃねえかお前。本当に言ってえな。不死の回廊ですよここ。いやもうここ来るだけでちょっとこう思い出すわ。まあでもそいつの武器作ったからねこれ。そう、ね、3点バーストの。そう3点バースト。横は上に上がるだけか。上に上がるだけ。いや通れるのかねこれ。いや、いけるでしょ。あ、なんか見た感じ、ジャンゴーだよ。ジャンゴーだ、ジャンゴー。Welcome to the jungle! なイエイイエイイエイってやつでしょこれ。そう急にジャングルか。一応最初がジャングルにあんのかな。廃墟で、廃墟というか、うん、もう世紀末、崩壊都市、砂漠、うん、ジャンゴー。ジャンゴー Welcome to the jungle! そうね、ジャングルだわ。おい、わお、ジャングルと言わざるを得ない、うん、あ、でも一応なんか近くにその木の枝を使っ…木の板を使ってたりする跡があるから、うん、あ、まあ、あ、まあまあ人はいるのかな。人らしい…これぐちゃぐちゃなんか…もう沼地とか血の沼みたいな。うけ、やばそう。原始人いるやろこれ絶対。なんか奥にいる。建物もあるし、なんか奥にいる。カエルみたいのいる。なんだこれ、あれか。カエルじゃねえわ、そいつ。なんかポンプみたいなのあんじゃん横に。ポンプ？あ、ほんまや。あ、そんなに。なんかね、潜ってディグダみたいに来る。おおおお。うわー、いって。うわー、いって。なになに、うっそー、なに、うわ、雑魚、あ、前から来る、前から来る。ハンバーグ、お父ちゃんさん、マジで。あ、でも俺もやべえわ。俺2回それ食らったらダウンだわ。あー、チーノも、チーノも、そんななの。そんな、結構痛い。前方から来るぞ。ブクブクしてるな、大丈夫なのこれ。結構割と遠距離から行った方がいいかもね。うん、サクッと倒した方がいいかも。これどこ行けんだよ。広いね。広いね。いろいろなんか隠されていそうな。いてててて。潜らせるな、あいつら。やつらを潜らせたら終わりだ。避けらんねえもんな、あんな。危な。そう、あいつね。ああ、あいつ。これは何を組み出したりしてんだろう、これは。ね。まあでも繋がってますけどね。うわっ、走ってくることもあるの。あ、潜った、あ、潜った、やばいやばい、潜ったー。よし、あれで3分の1は削られる。一体、はい、後ろやばい数いて。あー、すごいじゃん、回復出すよ。あー、出してー。あれ、あ、まだちょっと保ってねえわ。あるある、テンキュー。おー、やったー、助かる。さあ、復活が俺保ったから。もう第三の目がつくから、どれだけでも突っ込める。うん、え、嘘、うわー、開いた。まだ魔法みたいなの打ってる。
法使いは接近戦すれば、うわー敵出してきた、うわー嘘だー、動物は消毒いきなり消毒されそう、毒みたいなの食らってる、何毒、毒新しいあれステータス、あー以上ですね、これ強い、魔法使いが硬い、頭が弱点だね、あれ、違う、なんか頭にくっついてんだ、あれ、あ、なんか寄生してる、なんか逃げてる、硬い、あれ倒さないと、あーパラサイトするのね、そう、あー本当だ、復活した、やだバカ野郎、回り回り、あー嫌だ、いたやった、おらおらおら、オッケー、この煙なんとかせよ、返さぜ、オッケー、いやーくードン、あーやばい敵できたね、ラッシュじゃん、あ、そんなとこにルミネイって言った、うわ、こわ、お前ら怖いよ、頭の上に紋章みたいなの浮いてるんだけど、当たり前だよ、もう今俺ら取り憑かれてるから、マジか、取り憑かれてんの、だいめ、仲間になるぜ、なんなんだよ、怖すぎるな、ここ、あれほんと早く倒さないとやばいだね、じゃあ、うん、俺ら今来てこの強さだから、敵最初に来てたらもうやばかったかも ね、そのそう、我々のパワーがないと、きつかった、潜った潜った潜った、普通に出てきた、よし、やっべえ、怖い怖い、近づきたくないよ、なになになに、あれ、やばいやばい、腕が余計に生えてる、あー、これ強いやつ、これ強いやつ、いったー、半分減る、レジストしてたよ、今、え、なんかレジストしてるよ、回復してる、あー、先っぽ、鼻のとこ、あー、頭、あー、OKOKOK、 回復、頼む、恐ろしい、やばい、ここやばい、なんじゃここは、弾もらうぜ、弾補給します、これ、やばい、アモボックス1個しかねえな、やば、殴れお前は、そうだよ、殴りがあるだろお前には、さっきそのレジストしてるやつも殴っても効かなかったからね、いた、倒した、弾拾ってこよ、うん、弾拾っておいよ、やーべえよこれ、消えた、中途半端な火力できたら殺されるぜ、このお家たちは何なんだろうな、ちっちゃ、何なんだろうね、人は見当たらないんだよ ね、うん、あー潜ってる、潜ってる、危ねえ、I can move I can、 アイアン、もう2体来るぞ、ゴジラアイアン、おう、危ない、もう1体左にもいる、ナイス、はいはい、もう足狙って、お父さん足狙ってくれれば、すごい勢いでそちらに向かってる敵が、はいはい、よし、そちらに向かって、壊した壊した、素晴らしい、はいはいはい、親切モードだね、君たち、あー、あー来るぞ、あいつ来る、また来る、やべやべ、足狙い、足、おめろや、おとりおとり、ナイス、切るよ、またレジストだ、頭、あー当たってる、俺の弾が当たってる、ごめんよ、切れない、おいあれ、ここやばいんじゃないの、ちょっと、ここやばいよ、弾足りないよ、この辺のやつ壊せる、いやーでもね、確かにね、いい、あ、あー、これルートボックスだ、ルボあった、新しいあれだ、なんだ、素材だ、新しい素材出ちゃった、何が手に入った、シミュラクラム、グラビなんたらじゃない、うん、これほら、それ、あー、でも、あ、クエストアイテム、クエストアイテムだね、それあれだよね、たまにロード画面に出てたよね、とりあえず金は集め、いやーでもね、近接は楽しいですね、ウルトラレア素材って書いてある、ウルトラレアなの、あれ、俺回復欲しいな、回復、本当だね、いやでも一回死ねるんでしょ一回死ねる、おかしい、そう、どんどんそれ使ってこ、 50% 回復だから、確か、はいと、はっはっはっ、なんだ、なんか新たな敵が転がってきてるのかと思ったバカ野郎、レベルアップ、なるほど、痛い、はぁ、
復活してる。復活しまーす。なんか他に近接武器新しいの出ないかな。そろそろね、もう武器銃系はたくさん出てんだから近接の新しいの欲しいわ。ね。そうね。そしたら俺もうそれ強化して。みんないいな復活がついてて。ここもう弾の消費が半端ない。まあ撃っていこう。ちょっと隠れてんのずるない？そういうところにね。気をつけて。シャッカーンでもうちょっとぶっ放せば回復とフィールドが晴れる。回復はぶっ放させて、せめて回復を出せるよ。3、2、1。 おーイエー、左がめっちゃいるわ。なんとかみんな回復したね。全開です。あ、紫色のがあるぞ。ウォークオブアングエッシュ。ナイス。あ、でかい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 。おい、あ、いたいたいた。出た、レジストモン。いやー、雑魚もいる。周りの雑魚がやばい。周りの雑魚は任せろ。おら、ちなみにこれはほっとくとどうなるんでしょうか。わかりません。これごと撃つのやめてください。切ってください。ダウンした。復活します。復活して全開だと。あっ、ぶね。あ、痛い。信じられない。頭にぶっ放す。オッケー、ナイス。やば、回復出しまーす。お願いします。おい、もう弾がやべえぜ。弾がアンモボックス変えるだけ、持ってくるだけ持ってった方がいいな、これ。まあまだアンモボックスは余裕なんであれなんですけど。そうそう、チェックポイントがあってもいいはずなんだけどな。あるな、ね、これチェチポ探そうぜ。あ、新しいエリアがあるわ。OK。 うわー、やだー、ここやだわ。ギリギリだな。大変。いろんなものが。新しい素材って何に使うんだろうね、これ。まあ、今んとこないもんね。うん、あれですよ、今の最終強化みたいな、うん、最終強化というか、さらに上を行く、さらに上の素材が手に入ってるのはちょっと間違ってる。言ってねえのに。そう、グラなんたらとか G で始まる素材だったぞ、俺たちが一緒。ボス、うわー、とうとう早ない。一回戻ってアンモボックス買うわ。そうな。まあ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 、一回様子見てからでもいいんじゃない。あ、なに、それ戦いたい。ボスかわかんねえし。あ、ちょ、あ、キャンセルできた。あー、キャンセルしながら戻ってったよ。新しい技が手に入ったようだな。今まで確かにボスじゃなくてまたそうルートの人がいて、新たなエリアとかさ。確かに、それはたまにあるからね。たまにある。このさ、この銃のせいなのかもしれないけどさ、うん、至る所にさ、光線の軌跡が残っちゃってんだよね、これね。俺残ってないよ。あ、そう。バグ野郎だな。ふうさんだけだよ、誕生日おめでとう。ありがとう。誕生日おめでてバグ。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 買います、買います。素材を買い占めて。そう、ガルバナイズドアイアン、ガルバナイズ鋼が欲しいんだけど。ガルバナイズ鋼。ないんだよね。っていうかさ、アモボックス高くね。200円ですよ。お金が足りない。ああ、素材がない、なんたるや。鉄はたくさんあるから。手持ち武器もちょっと、あ、やべ。フォージアイアンまで使ってしまった。64枚ではとりあえず火力を上げた。いや、俺の予想ではあそこクリアしたら近接武器のレアが出るかな、出てくれると信じている。近接の、そう。でもね、今のところライフルと、サブマシンガンのやつは出てきたわけでしょ。そろそろショットガンとかのね、まあ、属性武器欲しい。ショットガンもある意味出るかね。ある意味近接といえば近接。では行きますか、はい、めちゃくちゃ強いかもね。まあいいよ。ちょっと強かもね。そもそもどんなやつが出てくるか、そうそうそう、何を使ってくるのか分かんないよね。そうなんです。そのなんかさっきのよく分かんねえ状態以上ひたすらやってくるよう な, だな どんな効果があったの。分かんないんだよね。マックスになってないから。ああ。
マックスならで今までじゃないのを食らったってことだよね。そう。そう。コロッサスみたいな。コロ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 。あ、こっちじゃない。ごめんね。嘘ついて、ね。あれで見れば。そう。なんかすごいこうウィッチャーで見たなこういう家。あー見たな。いやー魔女が。普通にね、あウィッチャーだったらあいつが出てくるだろこれ。なんかすげえ音がすんだけどこれしかも。鍛冶屋じゃない？鍛冶屋だ。鍛冶屋だ。ってことはやってくれるのかな？お？いやブッチャーだよただのこれ。鍛冶屋じゃねえ。ねえなこれ。頭がブッチャー。潰してる潰してる。おー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 おお。よく来たな。あーやべ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 。もうまんまや。ヘッド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 弱点やれよか俺は逃げる。しかしない。おー危ねー。前に行ける。ぶっ壊れんの。やばい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 。怖い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 。あっちが逃げるよ俺は。うわー恐ろしい。しっかり敵が湧いてきた。おすじダウン。おとりがダウンした。おとりが、おとりを出せる人がダウンだよ。ああそういうことね。ああやれ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 。あいや頼む。ありがとうございます。大丈夫なんかどうなってんの。ああこっち俺バーンバーン。痛い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 。おとり出せよ。あいや回復する。はい。おとりやってる。おとりやってる。あいてなんだ。後ろ側も弱点っぽいぞ。飛ばしてくる。うわーなんだその動き。でもね俺の予想ではあのハンマーがもらえるでしょこれ。あーなるほど確かに。あれだ俺の禁止術はあいつは持ってる。後ろ来てるやんじゃ。ふい第3弾アンジョ後ろ。ふい回ってアンジョの方に行ってる。回ってる回ってる回ってる。おおおあっぷり。まだまだいけそうじゃない。後ろで回復出しまーす。たまなくなった。ほい。うわ投げた投げた投げた。一回させる。嘘でしょ。すぐ逃げてね。あ、拾いに行くんだ。え、行って撃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 てんじゃない。もうケツ、ケツ300ぐらい入るだろ。あ、ほんとだ。弱点がお尻にもある。やべやべやべ。これ、また食らったらグッバイしよう。回復あるよ。何回回るのよ。何回回るのよ。無理。画面端にずっと待ってんじゃんこいつ。おついちが画面端。あぶねー。まだ避ける。おついちが決めた。オーケー。ナイス。ケツに300。どうや。イエーイ。アンクリーンハート来たね。多分これは来たでしょう。お、なんだこれ。グルットン。グルットン。どういう効果どういう効果どういう効果。飲み物の効果アップ。スタミナ的なやつかな。いや、多分使うのが早くなるやつこれ。あー、早飲み。そうそうそう、早食い効果。あー、あーまあ悪くない。アイテムなくね、こいつらの。ね、なんか地下。地下あるね。ね、地下あるよね、これ。向こうは出口したから、こっちなんかあんのかな。いや、いいな、君たちのその復活。回復あるよ。俺っつ、あー、あー下にアイテムやる。あー、お前そっち行ってからやるか。まずは、トニックと。まあ一番いいのはその起き上がるまで無敵なんで、ずっと攻撃してくれれば。回復出しますよ。はい。おい。はあ。Thank you。アイテム出るこれ。あ、ルートボックスだ。取れ取れ。ベイン。オージャイアントスクラップ。なんとかなったね。余裕でしたね。ダメージはがっつり入るからさ。中ボスだったのかな。中ボスっぽいよねあの動きは。まあでもこの心臓使えば。なんかありそうだね。うん、これ絶対あのハンマーが作れると俺信じ、そしたらハンマーになるわ。ヘンマー、あのハンマー強化するわ。確かにその雑魚いのがたくさん来るときはアニジャとかおつゆさんのね剣とかの方がいっぱい触れて強いんだけど、もう一体確実に倒すんだったらハンマーがいいね。まあ確かに。エグジット。大体次の動画あたりでやっぱナイスわって言ってんの。そりゃそうだろ。あと飛んでるものみたいな。でもどうせただの飛んでるやつも倒せる。ほらあれが出てくんだよ、剣とか。あ、なんか将棋派飛ばせる系。ソニック文系。伸びるやつ伸びるやつ。あ伸びる。ジャバラ的なやつ。ジャバラ
いやそれ違うゲームじゃない、三節棍とかそういうやつ。それ違うっけ。もう普通に出口って向こう書いてあるんだよ。ね、ここもあだこの心臓みたいなの取ってこいっていうあれだったのかな、話だったと思う。多分さらに不死になりたかったんだろうね、あいつは。3回目の復活を求めてたんだよ、あいつは。かなう前に俺らに消されるっていう。そうそうそう。やったー。そういうことだと思うよ。だから多分これ渡しちゃってたら、こいつの武器は作れなくなっちゃうと思うから。あ、まあそういうことか。プラスあれですよ。やつは3回目の復活を残すんだ。で、そいつを、あいつを倒さない限りは、もうアイテムもらえないみたいな。でも、多分ね、これ持って帰るでしょ。で、あいつ不死の方がまだ生きてたら、渡す渡さないの選択肢もまた出てくるだろうから。そうだね。それで渡さなくて戦えば2つ心臓をゲットだね。これ、とりあえず、とりあえず、とりあえず一回戻ろう。また違うチェックポイントなのかな。うん、違うとこだね。なるほど。何作れんのよ、ちょっと。なんだろうね。ハンマーだって。ここの素材で作れるものだったら相当強いんじゃない。まあ確かに。問題はさ、武器に必ず属性がつくじゃん、はい、そうだね、はい、梨属性が欲しいよね。そう、近接に属性ってつかないからさ。じゃあないんじゃない。どうなんだろうね。近接属性土とか出てきたらちょっとチート級に強いんじゃない。そうそう、チート級に強いよね。どうやって使うのって話だけど。まあまあまあ、いい見て。どうぞ。クロスボウガンみたいなの出てきた。クロスボウガン。デバスタートは、た、スタートは。ああ。125%ダメージ、300%アディショナル。ブリーダー、あ、出血系です。あ、いいじゃん。あ、それいいんじゃない。出血系です。ちょっとじゃあ作っ、クロスボウか。君いるのそれ。マガジンサイズ1、マックスさんも30、まあ、一発ずつですね。一発ずつ系ですか。見てみてください。意外だな、近接っぽかったよな。ただ出血ダメージを与えられますよ。出血は確かに強いですからね。出血ダメージ、あ、お前いる。何も近接はいつ作れるのよ。15秒くらいしかできないんじゃん。出ないんじゃん。あー、ごめん、ちょっと待って、作った。はいよ。どうです。クロスボウなかなかに、なかなかじゃない。え、32ダメなの。でも完全にそれ出血のダメージが強いだろうから、15秒。まあボスとかだったらみたいな感じじゃない。でもボス無効化されたら、うん、ちょっと。うんって感じになるじゃない。ありえるからね。うん、スキューワー、スキ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 ューワー。読み方が分かんないぜ。ねえ、30発でちょっと。あのボスもそんな強くなかったし。俺はパスかな。 300% アディショナルスタッガーダメージ。お父さん作った、これ。え、俺作ってない。しょうがねえな。一回じゃあ兄者が見せてくれるってこと。俺はその代わり他の作ってねえからさ。あ、確かにね。もうついに回復を捨てる男になるっぽい、このサブマシンが復活してるやつらはいいよな。予備が復活できるからよ。回復がいらない、死ねばいいっていう。うん、なんかよくわかんないあれだけど。まあでもね、さすがに溜まるまで時間すげえかかるけどね、これね。全然使えないから。あ、すげえ、ルミネイトクリスタル超使う。そうですよ、我々のこの3点のやつもがっつり使ってますから。がっつり使ってます。ドン、ラージスパイクディーズ150ダメージ。マウサーずるい、マウサー 300% アディショナルスタンダージ。マウサーずるい。皆さんいいですか、これがコントローラーとマウサの違いですよ。絶対言わない。フフーじゃねえよ、フフーじゃよ。まあ、とりあえず初期でどんぐらいの威力なのか試すか。カスタムしないで。そうそうそう、やばい場合ほらやばいから。まあ武器途中で切り替えられるし。これは本当にリボルバー形違くね、全然。オッケー、はい。アップグレードしていくとね、変わってきますから、リボルバーは。
そうなんだ。先ほどの場所に戻りまーす。いいよ。いや違う、もしかしたらなんか元をつけると、あーそうか、回復のやつがくっついたってことかな。なんだろう、軽くガリ下がりしたからよろしく。はーい、頑張ります。まあ、いや別に途中で武器を切り替えてください。あ、じゃあちょうどいい、あそこにいるから撃つ。すげえ、なんかちょっと違う感じになる。何これ、まあ、クロスボウだからね。なるほど。ちゃんとどうやって当てんのこれ。当たった、当たった。これ毒剣持ってる、あいつ入ったのかね、毒。あ、あいつなるんだ。あ、じゃあ、みんな元は人間なのこれ。あー、規制されちゃったんだね。あー、いやー、怖ー、いやー、怖。なんかあっちに紫あるの、俺紫の方行きます。そっち行こう、そっち行こう、紫の方行こう。いや、倒した後必ずそうなるんかい。いっぱい来ました。くそ、こいつら避けるぞ。おとりが効かない。嘘でしょ、おら、おとり効かないやつ。なんだこいつ、なんだこいつ。おお、なんか叫んでる。うわ、気持ち悪い。危な。ん、うわ、なんか横。よしよしよし、ナイス。リス、なんかあれだな、溜まったけど、これはどうやって使うの。切り替えられるのか、単発。あー、出血矢と普通の矢を切り替えるみたいな感じですかね。単発矢だとこれがすげえダメージあんのかな。おお、貫通する。これはスタッカーダメージが入る。危ねえ、あ、いったー。やばいよ、そっち。危なっ、危ねえ。オッケー、どうですか。まあ、なんだろうね、アディショナルダメージが入るって感じだね。貯めときゃいいことあるかも。ルートボックス、ほっ、ナイス。なんか、なんか、すごいの。怖っ。いいのいいじゃん。おい、殴り対決してこいよ、お前。やれー、開いて。怖っ。復活です。あ、効かない。あー、効いた効いた、あ、よかった。おーおーおーおお、その斧くれよ。斧じゃねえか、ハンマー。オッケー。おーつって消えてったな。すごい自動速度が欲しくなるね、いや。1本ずつ、1本ずつなんで、今後これが何に効くんだろう。気持ち悪い、このカマキリ。マンティス、チュイチュイ言ってんのほんと気持ち悪いわ。どうにかして。あそこにもいる、またその独特の鳴き方いる、なんかいっぱいいるね。ナイス。さあ、紫にたどり着きました。やったー。何でしょうこれ、何が入ってんだ。ブラッドフォント、ブラッドフォント、指輪だ。びっくりした、何の効果があるんじゃこれや。ブラッドフォント、フォントは、あ、回復だ。本当だ、リジェネだ、リジェネだ。これはもう絶対つけた方がいい。ちょっとずつでも回復するから。どっち外そうかな。あ、でもしかもいつまいかロックオブアングイッシュもネックレスであるぞ。ムーブメントスピード 25% アップ、リロードスピード 50% アップ。ダメージ食らった後に 50% 逃げるスピードが速くなる。最高です、最高です。これ近接の人はいいんじゃない。私つけました。そうだね。やだー、よいしょ。食らったとはスーッと距離を取れるという。最高じゃないですか。雑魚的には任せてくださいよ。大丈夫かな。へえ、俺もブラッドフォントつけよう。回復するよー。
これがどの程度あれなのか分かんないけど、まあビビったるだけど、まあ徐々には回復してる。完全にトレーと俺もトレーと6ポイントもあんじゃん俺。ここにいるよ。ほんとだ。あ、でもこいつらがいい素材が落ちるね。よし、チェックポイントがあります。チェックポイント、チェックポイントあります。マップ的には待てよ、いろいろ見てたら遅れてしまった。スキル振ってなんだ、あの、仲間だぞ。あ、なんかこの先仲間だな。ヌクアーマ、ヌクアーマいるの。チェックポイントはでも振れとこう一回。あ、そうね、そうだよ。やばい、突然なんか変なぐちゃぐちゃしてるのもあれ仲間判定なの。うん、ダンゴムシみたいなのが仲間のダンゴムシとか聞いたことねえぞ。オッケー、おい、気持ち悪いね超やばいやん。何これ、あ、歓迎されてる。うわおお、なんかやばそうなのまたいるな。これなんで虫の女王みたいな。こいつは何の王なの嘘でしょ、これ虫攻撃した瞬間敵になるそんな気がする、やばい気持ち悪い。でもここを一帯を制する人って感じがするで、何もう制御が効かなくてみたいな、そういう話めっちゃ歓迎されてる。めちゃくちゃに英語喋るじゃん。地球っていうところから来ました。地玉です。By your looks, the Iskar welcomes you, outsider. Both your presence and your strength should the latter be available. Our world courses harbors a beast of great power, a guardian. We desire its heart. また心臓の話やパターンや。I don't doubt it, outsider.But can any offer what we will give you? 何くれんの何くれんの何くれんの。 This is lush and wealthy. None can match our price. What say you? じゃあ持ってくるわその心臓。 We knew our price. 結果お使いですね。どんだけここのやつはみんな心臓が欲しいんだよ。心臓求めてんだね。心臓ゲーなんですね。心臓の取り合いか。また持ってこいって。うん。エスカル。イスカル？イスカル三。イスカルこっちにも道あんぞ。でもそれ多分開けられないから、あ、そっちアニジャに行ってる方がそうなのか。ぐるっと回ってくのか。 あいつらなんか普通ですよ、私たちは感出してたけど、もうどう見たっても変な人だな。強いね、ちょっと俺が一生懸命やる狙ってる間に死んじゃうんだけどそりゃそうよそのね、ちょっと色違うやつが復活するね。なるほど。一応これ横にたくさんついてんのは横の間だったら当たりを判定なのかな。これその何ワイドショットってやつかなーっていう。よしよしよしよ、おっ、あ、でもサクッて減るね。なんかアイテムないかなー。ルッドバーツ、いってー、回復よ、ありがたい。上はそんなもん。あー、またいる、寄生タイプいる。了解、魔法使い、頭狙い、頭で落ちたやつを倒さないと。オッケー、落ちた、すごい量だ。オッケー、倒した。マジ痛いねこれね。勝てえなこいつら本当に。そう、ワンマグで倒せないんだよ。強いなそりゃ。いや、いるいる、でかい、食う。OK、 大丈夫そうだ。 Who's next?怖っ。まあでもなんか
なんとかなってるな。なんとかなってるね。その真の像を持ってこいが、果たして持ってかない場合は何が作れるのかすげえ気になるけど。結局全員倒す。これあれなのかな、ため？うん？ため？よく見たらこれ5本出てる？出てる。4本ぐらいなんかバーってなってるよ。5本？スプレッドショット状態なんですね。なるほど。じゃあまあ近づいて撃った方が4本当たるんじゃない？マジかよ。これで近づいて撃つの？だから32の4本ってことで120ぐらいってことでしょ。そういうことと信じたい。分かんない1本もしかしたらで全部で32かもしれない。何もなかった。全部で32。ダメダメの動きじゃんこれ。ワンショットしかできないのに。ある意味ショットガンみたいなもんだったのかもねこれね。で当たると出血ってことか。出血は多分そのモード入らないと。ああ、だと思うよ。スペシャルショットで15秒間とかだから、ボスとか硬いやつには効くかもな。復活する気はどうなのかよく分かんない。いますね。これしかもこれ5発貯められてる。どこまでチャージできるんだろう。ちなみに一発モードになるんだよねこれ。ワンショットショモードにちょっと打ってみてください。これいくよ、うん。ダメージはどれ。うおお、ショットガン撃ってくるぞ。おお、びっくりした。そんなに強くないか。あ、痛い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 。普通にショットガン撃つのずるい。これで減ってる。あ、どう減ってるね。出血モード入ってるわ。これ多分勝手に死ぬぞ。出血強いな。いいね。一発撃ったらしばらくほっといて OK です。いいじゃんねっていう戦い方が一応できます。それは…あ、ここに箱ある。欲しい。いや、いけちゃうの。え、箱取ってくるぜ。よっ、あれ、敵だよね。おお、あー、ビビ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 。うわー、気持ち悪い。プローです。あー、音がもう壊された。おい、倒したよ。早すぎるよ。めっちゃ痛い。回復出します。お願いします。こわー、今のやばなるとは思ってたけど、こわ。まだいるわ。よしよしよし、ここのフォージアイアンも取らないと。黄色いやつ取った取った。怖わぁ。怖すぎんだろお前。やばいよここ。勝てんやつにはまあ毒効きそうだな。でもしかも下から今ズバーッて出てきたよね。うん、出てきた。いきなり出てきた。また違うタイプの虫だね。硬かったよね。いや、いるくじ。おぉ、おりゃ、うるさい。おぉ、ナイス。え、一撃か。そのことないですね。毒が入ってます今。頑張れ。やばい、スーパー出血からのダウンが来る。これはえ、ダウン。あ、やばい、ければいいじゃん。前から来た。前から溜まってない。うお、か、でかい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 。やばい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 。強そう。うめ、ちょ、下がろ下がろ。毒は入れた、毒は入れた。あー、痛い。おとり、なんでお前もいんの。ナイス、おとり。ちょっとドラゴンハートする。オッケー。後ろ後ろ、おとり消えた。押す後ろ。おっと、で、こっちもおっと。さあ、あっと、何が起こってるんでしょうか。あ、ダウンです、ダウンです。え、あ、でも一人起きれる、はいはい、起きれますけど。いい、いや、行き止まり、バカ。あー、最悪最悪。マジ強いじゃん。強いよ。やばいよここっていうか、もう逃げる道がない。火力。もう変えてください。そんな弱いのいらない。弱くはないんだろうけど。あー、そうだね。どうなんでしょうかな。スプレッド5ブレイズって書いてあるから、うん、5本歯が飛んでるらしい。だから一発150ぐらいです。あは、当たればね、う
はい、当たればフルヒットすれば当たれば強いじゃん。フルヒットすれば150です。当たれば強いね。こういうところでも普通に強いんじゃないの、当たるから。いやーなんだよあれ、あのでかい、なんなのっていうか、もう音出くん近接もねえよ。あ、終わった。銃撃て、銃何言ってんだよ。あざよ。お前それのおかげで出家でさっきダウンしてんじゃろうかよ。そう、あの敵に2発目が必ず当たらないという。おい、あーびっくりした。待って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 、今ナイス。よいしょ。もう回復の指輪とか捨てたわ。0.2 とかお前。まあ早くはない、まあ、いらないよね、うん。指輪の強化とかできるんだったらいいですか。そうなんだよね、ないからね。さっきの大群はどこ行った。ね、探してんだけど。リルさんね、この距離でも届くのか。あ、よ、矢が飛んできてる。なんだこれ。横から矢が飛んでる。飛んでるね。あれだ。あ、フルヒットすれば確かに強い。近、実は近距離武器。もう一体来たよー。あー、デカネ来た。デカネ来た。俺の方来てる。了解。釣るよ。行ってって思ったら落つんだったのか今。ごめんごめん。いやー、ほい、逃げた。ちゃんと頭を下げて。あいて。いや、どこ行った？よいしょ。おやすよ。おとり。よし。倒した。はい。ナイス。やっばそれ。部屋おとり以外で。ああ。周りのね、撃ってくるやつは早めやんないとやばいね。あいつはすぐ逃げちゃうしさ、しかも。鬱陶しいわ。ショットガンがね、適当でも当たりますみたいなやつ、やばい。ここはね、特にね、狭いね。あー、逃げる前提した瞬間にこう引っかかってこう食らうっていう。やだ、あ、ルートバックス。いいね、オープン。これ、近接武器ですわ、クロスボウ。ショットガンみたいな感じだもん。俺か俺か。実は近づいて一発撃ったらもうあと格闘じゃない。おーおー、いたいたいたい。お、リングだ。リングだ。何？レイザーストーン。敵が、オッケー、ナイスー。リング、うん、レイザーストーン。何のレーザー、なんだろう。メレークリティカルヒットが当たった場合出血ダメージ、はい、100%。あー、近接マン専用じゃないですか、これ。近接したら出血野郎になればいいんじゃないの。それでさらに10秒出血ダメージ 100% で。おー、こんな罠じゃねえか。なに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 、ルートボックスがあったから突っ込んだら横にこいつがいた。後ろからでっかいの。おー、やばい、くらえ。下がる下がる下がる。あ、あ、やめてください。かいくん、おとおり。ナイス。おとりがもう最強。もうおとりゲーだよこれ。ナイスナイスナイス。おとりゲーだよ。ルミネート超大変に入るじゃん、やった。はぁ、ルートバックス、ルバックス。で、チュー。これで、あれだ。奥、奥、奥。ほら。お、ナイス。いや、でもめちゃくちゃここ、ルートボックスある。すごい、すごい敵のようだ。ほんとだ。立ってるくれんかのー。あー、後ろもー。復活するんちゃうんかい。あれ、やばい。あのね、武器を持ち替えてると、ダメなんだ、うん。いや、そんなことないよ。溜まってれば使える。あ、
溜まってる。 Oh my god, breeding! 包帯使って。 Oh no 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 包帯ない。すごい数、すごい数来てる。ショットガンナーが、あーそれは別に。バンデージよし。はい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 、頭の上にあれがついたら。あ、じゃあまだついてないのか。そう、あれ弾の本当に遅いから。あ、本当だ、ギリギリだ。ん、なんかでけえやつの声が聞こえるな。はい、下すよ。はい。あ、しまった。どういうこと。しくったね、これしょ。俺はあと兄者、あと一個一個だわ。こっちにルートボックスある。はい。ふぅ、いや、ここきついって。普通出血マンか、ちょっとアイテムのあれ変えるわ。出血があるからバンデージは入れときたいね。そうだね、これ入れないと。俺も変えます。3番アモボックス使わねえよ。使いますよ、そんな死んじゃいますもん。8もある。敵の声は聞こえるけど、2だな。2連撃で止めて。あ、またルートボックス。なんだ。あー、まあ、このカードに行った。はい、引っかかるね。1、2、よし。くっ、右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 。うわー、ブレーデー。ちょっと持ってかれた。ブレーデー、メン。いきたい。ファイアモード。よし、ついた。おー、いったー。なに？マジで近接来てる、敵の。分かってる、一体ブリーディ。はい、オッケー、オッケー。出血入れた、出血入れた。てーはー、痛い。回復がもうちょい必要だな。はぁ、これは狭いところでの戦い方。びっくりしょ。びっくりするでしょ。いやいや、するでしょっていうか、お前は頭の上についてるからだよ。ああ、じゃあこれを目印に。ん、行き止まり上、下は下で何もないのか。またいるよ。その言い方が完全にトラウマになってるけど。割とね、どこが弱点なのかよくわかんない。背中かな。一応頭なんだよね。たまに300とか入んだよ。どこなんだろう。こっちちゃいます。こっちだね。我先行せり。もうちょっとリブオールは使わないとたまらないわ。ああ、エリア移動だ。はあ、ああ、乗り散った。やだ、出る。よいしょ。なんなんだろう。なんなんでしょう。まだまあ終わらないよねっていう。ええ、帰ろう一回。あ、ちょいマネ、ちょいマネ残してる。ああ、取り忘れ。素晴らしい。帰ろう。いやー、なかなか大変だね。大変。やばい。あと、あのモーボックスを使った後にチェックポイントが出てきた時の悲しみ。200円、そうです。200円が。まあ、でもいいですね。途中、そのあのでかいやつはちょっと強いから気をつけなきゃいけない。あれ強いわ。弓矢レンジウェポンかと思ったら全然、まさかの近接ウェポン。5本飛んでるとは思わなかった。5本。まあ真っ先に素材屋行くんじゃねえ。当たり前でしょうが。バカが全部買うん。うわいいじゃん、君たち自分たちの世界で買えるんだから。なんか新しい回復アイテム売ってる。新しい回復アイテム、あれね、状態異常の、さっきのあの緑色の状態異常を直すやつかな。あほん、
どうなの、クロスボウはありなの？まあ1回のカスタムで30ダメージ上がる予定。すごいすごいじゃん。5本ダメージが上がるってことは6ダメ上がってっから6530でしょ。実際にそのダメージは出てるってこと？いやもう出てる30とか出てるから、だからカスタムすれば30ダメージ上がると一応予定、接近戦では予定。ちなみに一発150でしょ。使いやすい、使いやすい。まあリロードが遅いからリロード極めないと。リロード俺結構極めてる。もう俺今18だから、今これで20だわ。もうあマックスレベル20です。結構早いかもね。あーマックス20なんだ。はい、もう私リロードマックスです。どうぞ。じゃあそうリロード極めてればもうこれで一応そのなんか単発の毒ダメ効果があるやつは当てるとたまに中くらいの敵はひっくり返る。だからそれの後にこう近接可能です。いきますよ。じゃあ私もうこれに全てかけちゃうからね。まあショットガンの代わりみたいな感じだね。もうないですわ。なんか次また新しい鉄が必要になっちゃった。だからそれガルバナイズ鋼でしょ。うん、それとハンマーを鍛えて。OK です。私弓矢になると本当遠くは当てになんないから。当てにしてないでくれ。いいよ。俺はもうそっと弓矢捨てるよね。そっと捨てた。売るなり分解するなりさせてくれやって話。ああ面白いね。今まで見たことない。確かにそう。おっさんの香りめっちゃ刺さってるから。こんなのが飛び出してたね。この矢が飛び出してるんですよ。やめてください。おっさんに刺さっ、おっさんに刺さっちゃった。おっさんも飛んだ迷惑だわこれ。ちょっと防具を一段階ずつ上げる。ああリロードマックスだとアンジャこんぐらいのスピード。いやもう一回ずつ。まあ遅いよね。まあまあ別に俺これぐらいだったら。で一回回転しながら避けて。そういうショットガン的な感じなんで。一瞬狙うのは大変ですけど。あでこれで攻撃してるとそのストックが溜まっていく、スタックしていくわけよこれ。そう右下のあれが溜まってまいるんでね。で F キー使うと撃つの、それともそれで切り替えて撃つの。切り替えて撃てばいいだけ。切り替えて撃てば単発になる表示。了解。そうするとまあ10秒間だか15秒間かけて毒が。なんだこれ。これが飛び出してんだって。矢じゃなくてなんつうのカミソリみたいなのが歯だね。ねさっきだからすごい5枚刃だからもう全然でかいやつのヒゲにめっちゃ刺さってたやつ。全部当たるとこれ。いやなかなか減るよこれ。だって俺だってこれ最終カスタマイズまで今現状ねやばいじゃんしてあるから64です。1本64ダメージ。うんやばいじゃん。じゃあ300ダメージぐらい出てんじゃん一発で。いやうわ俺のだって、うん、このヒーロー補正がかかってるこの体でこんなダメージくらったの初めてだわ。300ダメージかよ。それはでかいね。あでもおつゆさんちょっとずつ本当に回復してるね。うん回復してる。もう俺復活マンできないけどその回超火力を。そっか復活マンできなくなっちゃったね。そうはまあダメです。あ復活使うんだ。使うわ。なん食べたのにせっかくごめんバカ野郎だ。ぶっ刺さってんな。バカ野郎。いやいや強いと思うよ普通に。強いね。これをしかも敵のヘッドショットとか弱点に当てれば。うん。うん。これでもね本当にアンジャが言った時リロードマックスじゃなかったら俺使わないわ。もうさリロードマックスでこのスピードだからねリロード。え？よしで撃って。見てんのそれ？見てる。はい、あ、まあ早いんじゃない。まあね、まあ早いんじゃない。え、20までマックス。20でマックス。俺20で今プラス 30% アップ。 30% かー。でもリロードは腐らねえよなー最後まで上げてもなー。絶対戦うでしょリロードして。まあ今8ポイント余ってるから全部振る。そうなん。クイックハンド18いいですね。まあなんかここら辺早送りされてそうですけど、はい、今回はここまでです。次回もお楽しみに。持ってかないぜ。まあ俺は自分で持ってってるからな、いつも。ところで次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。またな。またね。